ちびちびお稽古。こんにちは、まあです。このスポンジシート、タイソーさんで発見したスポンジシートを使ってツリーを作っていきます。フェルトや画用紙でも同じように作れると思いますので、好きな素材で作ってみてください。このスポンジシートは100円で5枚入っていました。どの色もとっても可愛いのですが、今回はツリーを作りたいのでこの黄緑を使っていきます。まずはコンパスで半円を描いていきます。ちょっと画面見えづらいんですけど、1つ描けました。そして2つ目はもう少し小さい半球を描いていきます。大体で大丈夫です。描けたらこの2つの半円を切っていきます。このスポンジシートすごく柔らかくて触り心地も良かったので、もしダイソーさんに行く機会があったらぜひゲットしてみてください。この半円をこんな形で円錐にしましょう。形のシミュレーションができたら、これを両面テープで留めていきます。両面テープ、シール剥がす前はちょっとくっつきづらく感じるんですけど、剥がしてしまえばちゃんとくっつくので、こんな感じでくっつけました。さらに小さい方の半球も同じように両面テープで円錐の形に留めて、上に重ねてこんな感じにします。継ぎ目を後ろにしたいので、これがずれないようにこのトン先にも両面テープを貼りましょう。ギュッと押さえて固定します。そしてここにダルマピンを使って穴を開けて、ビーズで飾りをつけていきます。終わりにテグスを差し込む部分にも先に画鋲で穴を開けました。ビーズを通してから穴を開けてもどっちでも大丈夫です。こことここ2箇所穴が開いています。それではここにテグスを、ビーズを飾りたい長さの穴から穴の長さよりもちょっと長めに切って、1つ目の穴にテグスを差し込みます。そしてこんな感じでテグス間から出てきました。これを両面テープで留めていきます。グッと押さえたらここにビーズを通していきます。近くまで通ったら穴にテグスを通して、さっきと同じようにこの裏側を両面テープで留めます。同じ要領でもう一段作っていきます。同じように画鋲で穴を開けてテグスを通して両面テープで留めます。ここにビーズを通して、画鋲で穴を開けてテグスを通して両面テープでしっかり留めます。続いてはツリーの下の部分をトイレットペーパーの芯と色画用紙を使って作っていきます。トイレットペーパーの芯を好きな長さに切ったら、両面テープを上下に貼っていきます。このトイレットペーパーの芯の長さに合わせて色画用紙をカットして、トイレットペーパーの芯にくっつけます。ツリーの上側部分と固定するために木工用ボンドを使いました。そして最後はこのツリーの頂上に星をつけます。セリアさんで発見したお星様のシールです。同じ大きさのシールを前側からと後ろ側からと貼ってくっつけました。出来上がるとこんな感じです。飾るととっても可愛かったです。